はい、皆様こんにちは。今回はまた楽しくね、弾むように踊るリンディホップ、そして社交ダンスの方にはジャイブとして、紹介したいと思います。ただチャールストンというですね、リンディホップならではの、大技がありますのでね、これもとっても楽しいので、ぜひ、覚えてですね、リンディホップの仲間とも踊ってほしいと思います。ではですね、もう今回詳しい解説はとりあえず置いといてね、まず実演といいますかね、ダンスを見て、そしてそれをスローモーションで解説していきます。はい、ではいつものようにね、少し勉強なさりたい方にスローモーションで簡単に解説をねしながら見ていきたいと思います。まずこのロックステップですね、これをしましたら、タックダウンというね、まあ一種のチェンジオブプレイスですね、クイック、そしてこの後クイックを入れてから、またクイックのトリプルステップを踏む、まあ、チェンジオブプレイスですね。8カウントのステップですね。通常、ジャイブのチェンジオブプレイスは6カウントですからね。そしたら今度はまあ、リンディホップも一緒ですが、6カウントのチェンジオブプレイス、プレイス、チェンジ、プレイス、トレーディングの後半をします。そしたらもうすぐこっから、のんびり、チャールストンに入りたいと思います。まず、サイドバイサイド、チャールストンですね。そしてダブルキック、ダブルキックですね。一回キックして畳んで、もう一回同じ足でキックして着地します。8ビートですね。もう一セット。ノーマルな。ワン、ツー、ロックステップですね。そして、ロック、キック、キック、そして乗って、そしてダブルキックですね。ダブル、キック。そしてここで向きを変えましてですね、こっから、まあ、キック、スルー、チャールストン、キックしまくりの、キックだらけの、キックマルケのチャールストンというのをしながらも、男性は足をフットチェンジで変えて、こっから男女は同じ足ですね。ダブルキックですね。ダブル。男性も女性も左足ですもんね。で、ハンドツー、こう手をかけるので、まあ、ハンドツーハンドと言いますね。ハンドツーハンド。天体ショーですね。男性、女性は同じ足でします。はい、ダブル、キック、と、これはもう全部ロックの部分はなくてダブルキックばかりになりますね。3回しましたらちょうどいい回数なので、3というのは多くもなく少なくもなくちょうどいい回数なので、また男性は同じ足をで3回キックしまして、フットチェンジをしまして、そうすると反対足のいつもの状態で最初のサイドバイサイドチャールストンの形に戻りますね。これでまあチャールストンは終わりというかね、ここで普通の最初のサイドバイサイドチャールストンのダブルキックをして、セーブンエイトで一応終わりますね。ここですね、セーブンエイトであると次のワンツーで終わりますね。ワンツーをしましたらもうここから、普通のね、普通の、センドアウトもしくはフォーラウェイスローアウェイというステップをしまして、これは6カウントですね。そしてこっからですね、またプレイスチェンジの後半をしますね。これはもう何でも使えますね。プレイスチェンジの後半は6カウントでタッタタンタッタタンワンツーですね。そしたらまた6カウントですが、ウィンドミルというこの輪になるような輪になって、回転するようなね、クイックアクイッククイックアクイック。さて、ここからツイスト的なステップ、トーヒールスイブルをしますね。ワンツーといつものロックステップを踏んだら左右にツイストするんですが、男女は左右対称ですね。
つま先、ヒール、かかと、そしてツイストして踏み替えたら、今度男性は左、女性は右足にツイストしまして、残りの足をつま先、反対にツイストしてヒール、そしてまた反対にツイストして踏み替える。これをクイックイックスロー、クイックイックスローでしましたら、今度は素早くクイック、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 全部クイックカウントでしまして、さらにここでフリーズしますね。そしてあ、クイックね、まあ細かい説明はとりあえず置いといて、これで、トーヒールスイブルというのを終わって、そしてまたチェンジオブプレイスにつなげますね。今度はタックターン方式ではなくてシックスカウントでしました。もうあの両方ともね、適当に混ぜて、経験を積めばアウンの呼吸で、あの別にシックスカウント、エイトカウント大体できるようになりますね。もちろん口で名前を言ってリードしてもいいですね。はい、ここまでですね。大丈夫でしょうか。またね、別の動画でこういう詳しく説明、それぞれのステップ説明していますのでね。はい、いかがでしたでしょうか。もうチャールストンはですね、とにかく楽しいですね。あのロック、キック、ダブルキックというふうに唱えてね、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、エイトビートカウントでね、踊れます。トーヒールスイブルもですね、まあツイストでロックンローラーもね、よく使う。人間の体一緒ですからね、ロックンロールという種目になっても、ブギウギという種目になっても、スイングになっても、ジルバになっても、ジャイブになっても一緒ですね。じゃあさようなら、チャンネル登録もお願いします。